さん、おはようございます。今、見学中の人がいる。減ってない？みんな来てるかな。みんな、みんな来て、みんな来て、極小近いよ。めっちゃ減った。え、みんな前行くよ。おいで、みんな、おいで、みんな、おいで。動物さん我々は動物さんと言って言われているのかもしれThank you.
ありがとうございます。そう、あの休憩タイムなんだけど、そう前回はその寝言の話を喋ったと思うんだけど、今回何も考えてきてないんだよね。何喋ろうかなって感じなんですけどね。なんか喋ってみたらめっちゃ無理すぎる。じゃあ、レイカちゃんへの質問、先着2名。はい。はい、シモンさん。好きなタイプは何ですか？好きなタイプがいて。このタイプ。ポケモンへの好きなタイプ。好きなポケモン。好きなタイプ。あ、何のタイプとは言ってない。何のタイプでもいい。好きなタイプ。部屋になってる。何のタイプで？何のタイプでもいい。何のタイプでもいい。そのタッパー、タッパー。タイプあります。タイプ。タッパー。優しいとかさ。あ、じゃあ優しいね。じゃあ優しいね。お疲れ様です。レイカちゃんの主張が聞きたいんだ。でも優しい。優しい。どう？好きなタイプは優しい。優しいよ。優しいよ。先着2名って言っちゃったから、あと1人。1人。え？はい。はい、じゃあ、下野さん。デートに行くならどこに行くの？マイナスもなライブ、ライブ、誰でもいい、誰でもいい、満足。じゃあライブに一緒にいて行ってくれて優しい人、全部レアン系。これで皆さん、レイカちゃんのことをライブに誘って。タマキさんの好きなタイプは何ですか？じゃあ、タマキさんの好きなタイプは？え、ポケモンです。あ、ヒロシか。そうですね、野原ヒロシが。デートに行くならどこがいいですか？私、デートに行くなら本当に夢なのが犬の散歩に一緒に行けたら。じゃあ、この中に犬の散歩に一緒に行ってくれる野原ヒロさんいたら、どうぞ一緒に行ってください。行ってあげてください。さあ、注目したいね。じゃあ、もういいかな。いい、他にタイプ聞きたい人。はがりさんのタイプ、はがりさんのタイプは、じゃあ優しい人。じゃあ優しい。デートに行くなら結論は優しい。そうだね、結論は優しい野原ひろしで、犬の散歩一緒に行ってくれっていう話。白ピンポイントすぎる。俺、タマキちゃんに破れたいで。ここに私です。本当に？あと1回運んで、そっからどっから運んで、すごいいっぱい運んで、やばいね、22階とか持ってきたら。いつ入れられたの？実は私の実は家帰ってちょっとなんかギターやんなきゃって思って、それでなんか開けたらなんかルーズリーフに、まあ、お世辞にもちょっと汚い、あ、間違えた、お世辞にも綺麗と言えない、なんかちょっと汚らしい字で、なんかまあ私に続いてあのお褒めのお言葉をいただいたんですけど、なんかそれがちょっとね、最初私これ嫌がらせなのかなって思って、うちそんなにアメミンに恨まれるようかとしたっけって、ちょっとすごい一瞬不安になって、え、本当にね、まあ
あシオンだとね、まあちょっとシオンかなと思ったけど。バレてる。ともきが喋ってる。まあでもね、人が分かったらお褒めの言葉って嬉しいですね。ちょっと安心。ありがとう。ありがとう。普段褒められることがないからね。ありがとう。すごい嬉しかったです。多分。ありがとうございました。恐怖のラベルタ。みんな恐怖のラベルタに注意しましょう。よし。じゃあやりますか。じゃあ次で最後の曲です。まあ、みんな一回聞いたと思うから。乗れる人は乗ってください。イエイ。本当？